小野康すおのれは、阪神タイガースに所属する福岡県、北九州市出身のプロ野球選手、宇藤右打ち。北九州市立大原小学校の一年時に、ソフトボールチームの大原イーグルスに入団。北九州市立加密役中学校では、軟式野球部で、主に投手を務めた。折は今高校への進学後は、一年秋から、ベンチ入りを果たす。 二年次の秋から AS の座を確保したが在学中には春夏とも甲子園球場の全国大会へ出場できなかった三年次の秋にはプロ志望届を提出したがドラフト会議でどの球団からも指名されなかったため岩手県の富士大学へ進学した富士大学では二年次の春から北東北大学野球のリーグ戦に登板三年次の秋季リーグでは 登板した4試合すべてに勝利し、通算辞席点0で最優秀防御率のタイトルを獲得した。4年次の周期リーグでも登板した5試合で全勝し、防御率0.245という好成績でチームの優勝と明治神宮野球大会進出に貢献。MVP を獲得、ベスト9にも選ばれた。在学中にはリーグ通算十二試合に登板し十二勝一敗という、 成績を残した。大学の3学年上に、山川穂高、2学年上に、殿崎治すぐる、1学年上に、田和田誠三郎がいた。2016年の NPB ドラフト会議で、阪神タイガースから2巡目で指名。契約金7000万円、年俸1200万円という条件で入団した。担当スカウトは、加西実のるで、 この年限りで現役を引退した福原忍から背番号28を引き継いだ。ドラフト会議での指名後に出場した明治神宮野球大会では、上部大学との1回戦に先発し、7回1、失点と高騰したものの、味方打線からの援護がないまま敗退した。2017年には、同期入団の新人選手から大山祐介、 糸原健人と共に一軍春季キャンプへ参加。キャンプ中に首脳陣から高い評価を得て、キャンプ終了後も一軍に帯同すると、先発候補の一人として、オープン戦3試合に登板した。しかし、防御率が6.55に達するなど振るわず、公式戦の開幕を二軍で迎えた。5月21日の大東京ヤクルトスワローズ、戦で、 先発投手として一軍公式戦にデビュー。セ波パ交流戦の期間中に先発ローテーションに定着すると3試合の登板で交流戦の規定投球回へ到達するとともに0勝2敗ながら全十2球団の規定投球回到達投手で10位の防御率を記録した。7月13日のフレッシュオールスターゲームではウエスタンリーグ選抜の先発投手として 一イニングを三者凡退に抑えた。後半戦に入っても白星には遠く、8月15日の対広島東洋カープ戦では3回途中降板の末にシーズン7敗目を喫した。一軍公式戦での初登板から7連敗を喫した阪神の新人投手は小野が初めてである。しかし、13試合目の登板だった8月29日の対ヤクルト戦で、 6回にアンダム失点と高騰。打撃でも3回裏の第1打席で、公式戦初アンダを放つなどの活躍によって、1軍公式戦での初勝利を挙げた。レギュラーシーズンでは、1軍公式戦15試合にすべて先発登板し、2勝7敗、防御率4.35の成績を残した。チームのレギュラーシーズン2位で臨んだ、クライマックスシリーズでは、 ロングリリーフ要因として調整していたが、登板機会のないままチームは横浜 DNA ベイスターズとのファーストステージで敗退した。2018年には、春季キャンプ中の紅白戦からオープン戦にかけての登板で29イニング連続無失点を記録。一軍の開幕ローテーションに抜擢されると、4月4日の対 DNA 戦でシーズン初登板、初先発。 初勝利を記録した。8月中旬までは2度の3連勝などで7勝を挙げていたが、以降の試合では勝ち星に恵まれず、4連敗でシーズンを終えた。シーズン全体では、一軍公式戦23試合の登板で7勝7敗、防御率4.77をマーク。すべての登板試合で先発を任されたが、試合の序盤から多くの支球を出す傾向が見られたほか、 勝利投手になった試合でも、救援陣の後頭に助けられる展開が相次いだ。シーズン終了後の周期キャンプでは、救援での起用に向けた調整を始めている。2019年には、一軍の春季キャンプ中に、右肘の違和感を訴え、公式戦開幕後の4月下旬まで右肘のリハビリに、専念していた。6月上旬に一軍へ昇格してからは、6月6日の、 対千葉ロッテマリーンズ戦で1軍公式戦初の救援当番を経験し、14試合の中継ぎ番で5ホールド、防御率2.31という好成績をマーク。ただし、課題である、請求難は克服できず、ホイップは2点台に達していた。先発陣の増強を要するチーム事情から、7月下旬以降は2軍で先発調整を再開したが、 1>, 1軍へ復帰できないままシーズンを終了し、1軍の公式戦は入団後初めて先発の機会がなかった。2020年は入団後初めて1軍公式戦での登板がなく、2軍でも公式戦15試合の登板で防御率11.51、9月16日に行われたソフトバンク3軍戦では1死も取れずに1安打後、支給を与えて降板したなど結果を残せなかった。 リーチの長さを生かしたしなやかなオーバースローから繰り出す最速時速 157km のストレートを中心に変化球はスライダー、スプリット時速 100km 台のスローカーブを操る。右肘を柔らかくしならせる投球フォームが岸高行に似ていることから岸二世とも呼ばれている。特にストレートに対する評価が高く年の春季キャンプでは 当時一軍監督だった金本智明がドラフト一以上の価値がある将来は大エースになるんじゃないかと表現山本正からもストレートの救出を絶賛された2019年の周期キャンプでは臨時コーチに招聘された山本から直々に指導を受けている小野自身はチームメイトの藤川球児のように低めから浮き上がって見える救出のストレートを投げる ことを目標に挙げている。タイオノレという名前を付けたのは、競馬好きのジップで、競争馬の大規ブリザードにちなんでいるという。高校時代に倉や、ノブジのサインをもらって感動したことから、自身も、阪神への入団後は、キャンプ期間中でも足を止めてなるべく多くのファンに、サインを書くことを心がけているという。富士大学への進学を決めた理由の一つとして、 タワダが明治神宮野球大会でノーヒットノーラムを達成した試合を高校3年時にテレビ中継で見たことを挙げている。阪神1年目の2017年にはこの年のセパ交流戦最終カードであった東北楽天との最終戦で騎士との先発対決が初めて実現。1から0という僅差のスコアで岸に軍配が上がったものの 小野自身も7回1出展という内容で高騰した。同郷で一歳年下の女性と2020年1月に結婚した。ありがとうございます。